M78 星雲光の国。ここには宇宙の平和を見守るウルトラヒーローがいた。そして未来のウルトラヒーローを目指す僕がいるぞ。僕の名前はウルトラマンボーイ、 M78 星雲光の国の小学生。体はまだまだちっちゃいけど夢は大きいんだよ。宇宙の平和を守る光の国の宇宙警備隊の隊員を目指してただいま頑張り中。憧れのウルトラヒーローにチャレンジ。ウルトラマンボーイのウルトロ。戦えよヒーロー、永遠のヒーロー。僕らも負けない自分になれるかな。友達が悪いやつにいじめられそうな時には助けに行くと決めたら、いつも心に君がいる。 Never give up、 誓いは Don't forget、 守るよ。一緒に戦っているこの青いウルトラマンがウルトラマンアグルって言うんだよね。実は僕アグルのことよく知らないんだ。よし、早速バトルを見て調べてみよう。あとギール2です。突然地中からマグマ海地定住ギール2が現れました。病院内の人たちも逃げ惑います。ギール2が病院に迫る。さあ、そこに現れたウルトラマンアグル、この凶悪地底獣を病院に近づけてはいけない。突進アグル、なんとかこれを受け止めますが、苦しそうだアグル。特捜チームシグがエリアルベースから出動するが間に合うか。アグル、なんとかギール2の顎を掴んで放げた。そしてハイキック、見事決まった。しかしアグルカラータイマーが鳴り出してしまった。そこに特捜チームシグが間に合った。チームライトニングのシグファイターがギール2を攻撃。しかしシグファイターの攻撃が効いていないのか。アグル、これはピンチ。しかしアグル、残った力を振り絞って得意技フォトンクラッシャーです。ギール2マグマ弾を発射しようとするが、逆にそこにヒット。ギール2を撃破しました。なんとか守ることができたな。すっごい、病院を守って戦ったんだ。どうだ、少しは俺のことが分かったか。あ、びっくり、あなたがウルトラマンアグルですか。そうだ。あのギール2とのバトルかっこよかったです。戦いにかっこいいなんていう言葉は似合わない。でも病院を守って戦うなんてすごいと思うけど。戦いを上っ面だけで見てはいけない。じゃあこのバトルを見てみるといい。え、一体何？イザクが火炎を放射、そしてコンビナートが爆発。なおも炎を吐き続けるイザク、火の手はどんどん広がっていく。さあそこへシグファイターが登場、レーザーを照射。しかし光の壁がそれを遮る。なんとアグルです。アグル、これは一体どういうことでしょうか。お構いなしにイザクは飛びかかっていきます。アグル、それを受け止めるが、勢いがついて地面を転がる。アグル、それを利用してイザクをホールガット。イザク、爆中から綺麗に着地。さあイザク、今度はすごいスピードでアグルに体当たり、さらに反転した足をすくう。あまりの速さに残像が後を追いかけます。次は目の前で止まって腕を取ってひねった。しかしアグルはなぜ全く反撃しようとしないのでしょうか。先ほどイザクをシグファイターの攻撃から守ったことといい、不可解なことばかりです。
くとイザクは絶滅動物の生き残りで根源的破滅将来体によって怪獣になってしまったということです。さあイザク、次の炎の矛先はアグルだ。しかしアグル動かない。なんと胸で受け止めた。そこまでして思うアグルの気持ちもこの怪獣化したイザクには通じないのか。無念アグル。おお、負けちゃった。僕まずいこと言っちゃった。いや、イザクはもともと地球の動物が怪獣にされてしまっていたんだ。この時俺はイザクを救うことも倒すこともできなかった。ウルトラマンの力があっても俺は無力だった。そうか、戦いにかっこいいという言葉は似合わないっていう意味が分かったような気がするよ、アグルさん。アグルさん。でも命を救いたいっていう使命感を持っているウルトラマンはやっぱりかっこいいよ。使命感か。なるほどな。うん。ところでボーイ、地球を狙う侵略者にも使命感があるって知っているか。え、それってどういうこと？あと、バルタン星人が、宇宙忍者バルタン星人が現れました。さあ、ここで分身の術です。一体何人に分かれるのでありましょうか。バルタン星人、相変わらず不敵な笑みです。宇宙忍者バルタン星人が巨大化いたしました。これは大変です。さあ、防衛隊がミサイルで攻撃。あ、バルタン星人に命中。バルタン星人たまらず倒れます。おっと、しかしバルタン星人、まるでセミが脱皮するかのようにして立ち上がりました。さあバルタン星人、またここで分身の術か、いやハサミから光弾を発射いたしました。ミサイルの設置されていたビルが炎上。大惨事です。さあバルタン星人、ここで飛び上がって何をするつもりなのでしょうか。さあ、そこへウルトラマンが登場いたしました。ウルトラマン、バルタン星人を必要に追いかけます。実はこのバルタン星人は故郷の星を核実験で失い、たまたま宇宙旅行中で生き残った20億3000万の民が新しい星を求めて地球にたどり着いたという話であります。地球を気に入ったバルタン星人は地球に移り住もうと実力行使に出た。さあケットル星人が巨大化。そしてウルトラマンレオがそこに参上。ケットル星人、自慢の槍を雨あられとついてゆく。レオ、それをなんとか紙一重でかわして槍を掴んだぞ。が、逆に投げ飛ばされてしまった。さあレオ、煙突をどうするつもりだ。へし折ったぞ。なんとヌンチャクです。レオ、折った煙突をヌンチャクとして使用するつもりのようです。しかしウルトラマンレオ、ヌンチャクの使い方をどこで学んだのでしょうか。見事なヌンチャクさばきです。さっきとは打って変わってケットル星人の槍を余裕でいなします。そして体を入れ替える。さらにケットル星人、槍をブンブン振り回して襲いかかってくる。これもレオ、余裕でかわすかわす。しかし最後は槍をヌンチャクで受けてしまった。さすがに煙突では槍を受けきれなかった。さあ形勢逆転、一転してレオピンチです。しかしこれを乗り切ってケットル星人と五分の勝負に持ち込みました。このケットル星人は宇宙でも寿命が長いと言われていますが、現在では滅びつつあり、そのために地球を侵略に来たという話であります。さあ戦いはこれからだ。ウルトラマンレオ、燃えろレオ、燃えろよ。両方ともやってることは許せないけど、いろいろ事情もあるんだね。さて今度は絶対に許してはいけない侵略者の宇宙人だ。地球人もウルトラマンたちも全力で立ち向かうぞ。突然現れたレイビーク星人、人間を自分の銃の中に取り込んでしまった。ウルトラマンティガがそのレイビーク星人のアジトである廃工場で人々を助けようとやってきたが、しかし逆にレイビーク星人の光線銃の餌食となり銃の中へ閉じ込められてしまった。どうするウルトラマンティガ。あれ、あっせん。さあ一体何をしようというんだ。銃の中で巨大化。起点を生かしたウルトラマンティガ、見事脱出成功。さあこれから反撃開始だ。どうやらこのレイビーク星人の目的は地球人を自分の星で無理やり働かせるために地球
星人を大量に捕獲することにあったようです。そんな非道なレイビーク星人を絶対に許してはいけないぞ、ウルトラマンティガ。さあティガ、レイビーク星人を追い詰めていく。しかしレイビーク星人も反撃、足を振り下ろす。ティガ腕を掴んでパンチキック。レイビーク星人の反撃をものともせず、さらに攻撃に出ます。そして回転してかかと落とし、しかしレイビーク星人これもかわす。まだまだ続くぞこの死闘。宇宙人の中には円盤を使ったり怪獣とタッグを組む者もいたな。なんだって。あと地球侵略を企んでいたペガ星人ですが、ついにウルトラセブンに発見されてしまいました。さあペガ星人、自慢の円盤を使ってセブンに徹底的なミサイル攻撃を加えます。セブンはなんとかこれを防いでかわして反撃に出たいところです。反撃開始。円盤の激しい攻撃はさらに続きます。さあウルトラセブン、なんとかそれをかわして円盤めがけて飛び立った。無事円盤の中に入り込めたのか。お、もういた。自分の星へ帰れと説得するセブン。さあペガ星人は聞き入れるのか。なおも説得は続きます。詰め寄るセブン。おっと、ペガ星人突然セブンに突っつき交渉決裂。円盤内で戦闘が始まります。ペガ星人、円盤の武器を使ってセブンに攻撃。危ないセブン。しかしエメリウム光線によってセブン、ペガ星人を倒しました。残った円盤もセブン巨大化、ワイドショットで撃墜。さすがセブン。ふわっと浮かんで空から砲弾を発射。ウルトラマンティガこれをなんとかかわす。さあここでティガ、空中戦が得意なスカイタイプにチェンジ。大空で勝負だ。特装チームガッツのガッツイングも助太刀に来たぞ。ガッツイングミサイルを発射。レグラン星人の宇宙船に見事命中。レグラン星人とティガの激しい空中戦、砲弾同士のぶつかり合い、レグラン星人が地上へ真っ逆さまです。さあウルトラマンティガ様子を見に向かいますが、レグラン星人倒れたままだ。おっと、死んだふりです。死んだふりをしていたと思ったら急に謝り出したぞ。改心したのか。あっと、しかしここで風力発電の風車を取ってティガーに攻撃。さらに砲弾で追い打ちをかける。汚い、汚すぎます。レギュラン星人、お前には血も涙もないのか。ティガー追い打ちをかけられるようにカラータイマーが鳴り出すと、そこへガッツウィングが助けに来る。よく来てくれたガッツウィング。さあティガ、ここで必殺技を打つのか。レグラン星人も応戦する。必殺技の打ち合い、せめぎ合い。さあどっちが勝つんだ。ティガが勝った。夕暮れの街、そして片隅のアパート、そこが突然パックリ割れて円盤が現れた。それを追跡するべくウルトラホーク1号が発進。真っ赤に染まった空の中で円盤との空中戦だ。さあウルトラホーク1号が攻撃。しかし円盤は2つに分かれてそれをかわすが、なおもウルトラホークは旋回して円盤を追い詰めます。そして片方に攻撃、今度は見事に当てた。撃墜させました。さあ一方こちら街の中ではメトロン星人が巨大化しています。そしてセブンも現れた。夕焼けで燃え上がった街の中で2人の熱戦が今幕を開けた。メトロン星人が走ればセブンも走る。こちらウルトラホーク対円盤、残りの円盤を撃墜。さあ街の中ではウルトラセブンとメトロン星人いまだに勝負がつかない、まだ走っている。セブンここでアイスラッカーを放つ。さらにアイスラッカーをコントロールしてメトロン星人に命中。そして最後はエメリウム光線だ。疲れた。他にもいっぱいいるよ、怪獣と宇宙人のタッグ。ほう、ボーイが紹介してくれるのか。さてどんなやつが出てくるかな。猛毒怪獣ガブラ、ライオンみたいなたてがみが特徴だね。
ブラの牙に噛みつかれると牙からの猛毒で、あっとセブンも危ない。ガブラを操っていたのはこのシャドウ星人だ。人間と同じくらいの大きさだけど大怪獣を操ってます。続いて宇宙雲グモンガ。体はちっちゃいけど猛毒ガスを吐くから侮れません。っていうか近寄れません。グモンガはベル星人の作った地球にそっくりの場所、疑似空間の中で獲物を狙っていたんだ。こちらは大きな宇宙人に小さな怪獣だね。あ、怪獣の子供？そうなんだ、これって実はあのエレキングの小さい頃の姿なんだよ。とうとうエレキングが大きくなっちゃった。湖から上がってきたぞ。得意の電撃で大暴れ。エレキング強い。エレキングを操っていたのは女の子の宇宙人ピット星人だ。地球の男は可愛い女の子に弱いって分析していたよ。時には不思議な術の使い手も現れた。怪宇宙人ヒマラだ。突如ウルトラマンダイナの前に現れたヒマラ。砂時計を持っているようだが何を企んでいるんだ。そしてその砂時計を地面に置いた。途端にこの辺り一帯がヒマラに有利な空間になったようです。そして攻めてくるヒマラ、ヒマラのキック。ダイナも反撃したいが足元がおぼつかないのか反撃できない。砂時計の砂はまだ残っている。さあヒマラのいいようにやられてしまっているダイナ、組み合ってキック。なんとか反撃の糸口が見つかったのか。砂ももう少しでなくなるぞ。さあウルトラマンダイナとヒマラがさらに組み合って、ヒマラのキック、そして頭突き。自分の頭の硬さを見たかと言わんばかりです。まだ足元がおぼつかないダイナ、このままではヒマラに負けてしまうぞ。頑張れウルトラマンダイナ。砂が尽きた。おっとヒマラが退いていくぞ。そしてすっと消えた。ダイナにも一体何が起こったのか全く理解できていないようです。これは一体。そしてここにはただあのヒマラが持っていた砂時計が残っているだけ。そしてヒマラはどこへ行ったんだ。そういえば無惨星人やテンペラー星人は特に極悪な宇宙人ってことで知られているよね。ボーイもそう感じるか。俺もそう思っている。凶悪で残忍な極悪ハンター宇宙人無惨星人。その無惨星人の宇宙船にガッツウィングが攻撃。激しい攻撃に無惨星人はたまらず怪獣化。ウルトラマンティガとの戦いになります。さあ突進していく無惨星人。ティガは攻撃をかわしてパンチでお返し、さらに頭を押さえて背後に拳を打ち下ろしていく。そして蹴り上げて回し蹴り。たまらず倒れ込んだ無惨星人の背後から飛びついてパンチをお見舞い。もう一発顎を掴んで締め上げると、ここでティガ大きく後ろへ放り出されてしまった。なんと無惨星人首が伸び上がって前とは違う体型になりました。何？触覚が光って光線を発射。飛び上がってかわすが長くなった首に投げ払われた。ウルトラマンティガピンチ。さらに無惨星人が迫る。逃れようとするが足を押さえられている。抜け出せない。そして触覚がまた光る。ティガはあえて無惨星人の方へ向かって脱出。無惨星人は自爆。そんなバカな。ウルトラマンタロウの正体で地球へとやってきたウルトラ兄弟。しかし再会もつかの間、ウルトラ兄弟を追ってテンペラー星人が襲ってきた。頑張れウルトラ兄弟。そしてそのウルトラ兄弟をおびき出すため町に現れ暴れ出したテンペラー星人。
限りを尽くすテンペラー星人。町は一面火の海。テンペラー星人はやりたい放題、暴れまくる。ウルトラ兄弟、早く助けに来てくれ。そう、テンペラー星人はもともとウルトラの星を狙っていた。だがウルトラ兄弟がいないことを知ってこの地球へとやってきたのだ。さあ、太郎が助けに来てくれたぞ。太郎の光線攻撃。しかしテンペラー星人、光の鞭を出して太郎をしびれさせる。膝をついてしまった。なおもテンペラー星人、光の鞭を振る。なんとかかわすウルトラマンだろう。が、避けきれなかった。太郎、立ち上がることができるのか。これはテンペラー星人のもう一つの姿です。と、テンペラー星人が燃えているぞ。そして爆発。太郎、兄弟との約束通り、一人でテンペラー星人に勝つことができました。しかしテンペラー星人は一人ではない。再びウルトラ兄弟を狙って動き出した。こうしてみると宇宙にいるのはみんな悪い宇宙人だらけみたい。気を落とすな、ボーイ。俺もかつて今のボーイと同じようにがっくり来たことがある。え？アグルさんも？地球は宇宙でもかけがえのない美しい星だ。だからこれまでたくさんの侵略宇宙人たちから狙われていたんだよね。だが中には地球で静かに暮らして旅立ちの時を待っていた少年宇宙人もいたんだ。少年の宇宙人？小学生のサトル君はラセスタ星人でした。どうやらラセスタ星人として仲間と共に宇宙へ行くことを決めたサトル君。満月の夜に必死に宇宙に飛び立とうとします。ウルトラマンダイナがその手助けをするためやってきました。先導するダイナ。さあ、出発の時間だ。サトル君はゆっくりとうずくまります。どうした？頑張れ。と、サトル君の背中から美しい透き通った羽が現れました。羽からは光があふれています。その羽を使ってなんとか羽ばたこうとするサトル君。頑張れ。自分の力で飛ばないと宇宙の仲間のもとへはいけないぞ。なんとか飛び立つことができました。そしてダイナに導かれて旅立ったのでした。宇宙でも地球でもそうだ。この瞬間にもどこかで誰かが戦っていて全く静まることがない。残念だけどそうだね。けれどもボーイ、もっと目を開くんだ。もっと耳を澄ますんだ。戦いの中に埋もれてしまっている美しいエピソードだって宇宙にも地球にもたくさんあるんだ。そうか、悪いことや嫌な話ばっかりじゃないんだね。俺は宇宙の彼方から攻めてくる根源的破滅将来体と戦ってきた。だからこそはっきり分かったんだ。人々が平和に暮らしている世界を乱す者と戦い抜く心、そして俺には共に困難に立ち向かうことができる友がいるってこと。アグルさんの一番の友達、ウルトラマンガイアだね。ああ、あいつが友であること、それは俺の誇りさ。根源的破滅将来体と戦う、あいつの勇気を見届けてほしい。ウルトラマンガイアバーサスゼブブ。ゼブブの剣をガイアがキックで叩き寄った。しかしゼブブ土を巻き上げて視界を奪ってガイアにキック。卑怯者。根源的破滅将来体の死神と呼ばれるだけあって汚い手段が得意なようです。首を締め上げて一撃。腕を押さえてそのまま交戦。えげつない攻撃が続いている中、シグファイターが助けに来てくれた。シグファイターの華麗な連携、素早い動き。ウルトラマンガイア、シグファイターのおかげで無事なんとか脱出することに成功しました。なおもシグファイターの攻撃は続く。
2機の時間差攻撃、さらには頭上からレーザー。ありがとうみんな。ガイア、ここでスプリームバージョンにバージョンチェンジ、そして必殺のフォトンストリーム、ゼブブ爆砕。みんながいるから僕は勝てる。今日は俺にとっても素晴らしい記念日になった。新しい友ができたんだからな。え、それってひょっとして？もちろんボーイ、お前のことさ。うわーい、ありがとうアグルさん。僕とっても嬉しいよ。これからもよろしくね。もちろんだ、未来のウルトラヒーロー。